ロサンゼルス国際空港はアメリカ合衆国のカリフォルニア州ロサンゼルスにある国際空港。IATA コードはラックス。アメリカ西海岸の主なゲートウェイとなる空港の一つでロサンゼルス、ラックスを主要基軸にロサンゼルス、オンタリオ、ロサンゼルス、オレンジカウンティー、ロサンゼルス、バーバンク、そしてロサンゼルス、ロングビーチが ロサンゼルス大都市圏の空の玄関口となっている。航空旅客数は約5900万人で世界第4位である。乗降客数約5900万人離着陸回数62万2378回ターミナル地図、デルタ航空ボーイング757から232型、キラックスにて2003年8月撮影ラックスには、 U 字型に配置された9つの旅客ターミナルがあり、それぞれをシャトルバスによって連絡している。その他200万平方フィートの貨物施設、ブラボー航空によって運用されているヘリパッドがある。1984年のロサンゼルスオリンピックの際に建設されたターミナルの名前は建設当時のロサンゼルス市長、トム・ブラッドレイに由来する。 施設更新のために2007年から大規模な改装工事を行い、2010年5月に完了した。最新のセキュリティシステムの導入や、通路の拡充、エアバス A380 の乗り入れに対応した大型ゲートの導入などが行われた。現在は国際線専用ターミナルとして使用されているが、以前にはタワーエアの国内線にも使用されていた。 さらに2010年2月22日より西側に入り、接する新しいビルの建設も始まり、2013年9月18日に開設された。国際線は、エアカナダやアエロメヒコなどのアメリカ近辺国からの国際線や、カタール航空などを除き、ほぼすべての国際便が、トム・ブラッドレー国際線ターミナルに発着する。トム・ブラッドレー国際線ターミナルから国内線へ、 乗り継ぎの場合、国内線ターミナルに応じて、シャトルバスの利用、または徒歩など、乗り継ぎ時間に注意を要する。なお、近年の拡張により、カタール航空、KLM オランダ航空、ニュージーランド航空も、同ターミナルからの発着に変わっている。ラックスにはいくつかの航空貨物施設が設けられている。膨大な航空交通量を抱えるラックスは、ターミナル完成エリアが設けられ、 小型機の侵入を制限している。パンアメリカン航空ノースウェスト航空コンチネンタル、航空トランス、ワールド航空 US Airways Flying t i カナディアン航空、メキシカーナ航空アエロペルー、マレーシア航空大国際航空アルゼンチン航空、バリグブラジル航空、トランスアエロ航空スイス航空。ありがとうございます。